いやー、今入ったニュースですごいショックだった。泉さんが。俺、その泉さんって人よく知らないんですけど、何者なんですか？明石市長で、はい、はい。何年か前に就任した時に、まあ、とにかくそれまでの市政を全部チェックして、無駄なお金カットして、それを全部子育ての政策に振り切って、うん、したらもうその数年後からぐんぐん市の人口が伸びていって、うん、他の市からもどんどん移住者が増えていって、うん、で結果30万人の都市で30億ぐらい税収が増えてっていうのをやって、うん、僕今回あの選挙出た時にも、まあ、明石でやってきたことを国でもやっていきましょうっていうのを言っていたので、はいはい、そう暴言を吐いて引退っていうニュースがさっき入ってきたんでめちゃくちゃショックを受けてます。それなんで暴言を吐いて引退になっちゃったんですか？暴言が今回初めてではなく、うん、まあまあ何回も繰り返してるんですよ。で前回も結構な暴言を吐いて責任取って辞任して再選挙して受かってるっていう経緯があったんで、うん、まあ2度目だっていう、うん、はい、じゃあもっとやってるかもしれないみたいな。まあまあそうですね、うん、はいはい、どんな暴言だったんですか今回？今回は、そのいろいろ彼も割と強引に物事を進めていく人だったんで、彼をなんとか引きずり下ろしたいっていう市議会の議員さんたちが問責決議案っていうのを出そうと動いていた。でそれをあの彼がそれを出そうとしていた議員さんとか、うん、それに賛成しようとしていた議員さんたちに次の選挙で落としてやるからなみたいなことを言ったらしいんですよ。あ、なるほど、はい、だからもちろんその暴言自体は許されることではないんですけど、うん、その、まあ、一回じゃあまた辞任して本音が出ちゃう人なんですね。まあそうですね、我慢できないんでしょうねいわゆるあの最近必要だって言われるアンガーマネージメントができないんでしょうね、うんうん、はいはいはい、はい、いやー、そう、でも本当に政策は素晴らしくって、うん、ね、その今自治体で一番必要だって言われてる子育て政策とか人口増をちゃんと やってる人なんで、ね、なんかもったいないなとは思うんですけど、人間完璧な人いないんですねでも民主主義ってそういうもんじゃないですか？いや本当そう思います。だから、うん、一番いいのはもう一回選挙に出てくれて暴言吐いちゃうけど結果を残してきた市長と、まあ、暴言も吐かなそうだけど仕事もできなさそうな人等が出てどっちがいいですかで市民が選ぶっていうのが多分一番いいんでしょうけど、本人がもう出ないって言ってるんで、うん、まあでも気持ちもわかりますけどね、もうええわってなっちゃいますよね。そうね、そうね、はい、はい、僕気持ちすごいわかります言いたいこと言えないの一番嫌ですもんね。いやそれもそうだけど、はい、いやそれ以上に何やお前らみたいな